なんだこれ、広すぎじゃねえこの学校。広さで負けてたらうち勝つとこなくない？次にこの学園都市とこの学園の設立意義について説明します。諸君に一つのことわざを紹介します。文筆品品叱る後君子と言いまして。どうでもいいけど、この校長話長くない？ち、聞こえるって。今日は休校日なんですが、交流会ということで、一部の生徒が学校をご案内します。まずは生徒代表から挨拶を。はい、ようこそ私立月光館学園へ。はじめまして、生徒会長を務めます3年 D 組伏見千尋です。今日はよろしくお願いします。お、あの子レベル高え。確かに可愛いっすね。やばい、俺史上空前のメガネ美人だ。そこ反応しすぎだから。他校の方を招いての本格的な学校交流は我が学園にとっても初めての試みです。他者を知ることは己を知ることであり、己を磨く第一歩であると私は考えます。この機会が参加者一人一人の糧となるよう、私たちも精一杯努めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。やっぱり全てが負けてる。はい、じゃあクラスごとに分かれて。やだ、忘れてた。すみません、ちょっといいですか？これ皆さんの今日の予定表です。後で配っていただけませんか？私そびれちゃって。遠いところをお越しいただいたのに段取り悪くてごめんなさい。ううん、全然ダメ。みんなに支えられてなんとか取り繕ってるの。私もともと上がり症で、それに男性恐怖症っぽいところもあったし。ほんと言うと、さっきのスピーチね、一緒に考えてもらったの。私がここへ入学した時の生徒会長、すごく素敵で憧れの人。後で電話しなきゃ。おかげさまで無事スピーチできましたって。ごめんなさい、自分のことばっかり。緊張してると喋りすぎちゃうの。直さなきゃ。皆さんの班はこれから特別授業ですね。教室は2階ですから。私そちらの生徒会の方々と打ち合わせがあるので失礼しますね。今何気に特別授業つわれた？ここまで来て授業？私たちのクラスは、江戸川先生って人ね。内容はカバラと。カバ？知らねんすか？カジノっすよ、カジノ。で、何時から自由行動？ない。今日は一日ずっと授業。今日と明日はホテル泊で、明日と明後日の昼まではかろうじて自由行動かな。マジかよ。今日は頑張って就学しよう。Thank you.
ここです。シーサイドシティホテルハマグリ、今日はここにお泊まりよ。これ普通のホテル？どう？私が見つけたのよ、ここ。最近オープンしたばっかりで都会っぽいし、しかもお値段もお手頃。正直なかなかのチョイスだと思ってるわ。ここに泊まんのか？確かに看板にはシティホテルって出てるけど、これ最近開業って、これどう見ても潰れたらラブ。はい、そこ立ち止まらない。どんどん入ってって。ここ怪しくないか？そう、地元にこういうのないからわかんない。ここはね、白川通りって言って、そのリセ、いいんだ、なんかその先聞きたくねえ。のふふふふ、思ったより早い到着ですね。それになかなかのホテルです。僕と会ったら、例えば陽介とかはどんな顔をするでしょうね。さっき上か、あれってまさか。トゥ、ふふんふん、ショビドビ。クマ、てめえなんでここに？クマの中の寂しんボーイが暴れたのさ。現実でも探知できたらいいのに。一体どうやって来たの？なんか能力ってこと？いえ、普通に電車です。ジュネスのアルバイト代、ホームランバーを我慢して貯金したの。行き先は陽介の旅のしおりに書いてあったのチェック済みだし、明日から自由行動しよう。知ってるぞ。なんで来れんだよ、そのなりで。てか、なんでわざわざ来てくんだよ、クマを。何度か捨てられそうになりました。けど前にちーちゃんたちがデートしてくれるって言ったの、必要に覚えてたからさ。くじけなかったくわね。頑張ったね、クマくん。いや、約束したっけ？そか、したよね。私たち今度デートしてあげるって。おひょわ、覚えててくれたのね、ちーちゃん、ゆきちゃん、リセちゃんもいいんすか？じゃあみんなで一緒にね。それでいい？よしとしよう。私この町は来たことあるし、明日案内するね。まずはショッピングかな。夜もいいとこ知ってるよ。ショッピングね、いいんでない？ニュフフ。他のみんなは結局こっちに詳しくないから、工場とか勧められたとこ見に行くらしいよ。ああ、それよりは全然面白そうだな。よし、俺たちもついてっか。楽しみにしてて。さてと、楽しみなのはいいとして、はあ、問題はこいつだな。お前その辺で夜明かせんじゃねえか？それ着てりゃ冷えねえだろ。ひどい、どんだけ頑張ったと思ってるクマ。ここまでオール鈍行よ、鈍行。ちょっと、あなたたち部屋割りで揉めてるの？うわ、やば。何がやばいの？あら、なにその大きなクマちゃん。意外とキュートな趣味なのね、あなた。いいわ、早く持って入りなさい。そうそう、お部屋すごいわよ、全室ウォーターベッド。あ、でも枕元の電気つけるとき間違えないでね、回るから。とにかくさ、明日楽しみだよね。なんかもういろいろ疲れたけどな。
バレる。おお、すげえ、これがクラブか。やっぱり、あたしテンション上がってきた。こういうとこ、地元にないもんね。いいんですか、高校生がこんなところに来て。いいんですかって、お前のが先にいただろう。てか、そっか、1年もってことは、旅行お前もか。見たところ客層は良さそうだし、問題は起きなそうですけどね。え、帰っちゃうの？どう？一緒に。一緒にって、僕とですか？うん。この間は話せなかったでしょ？この間は用事があっただけです。なら、今はさすがに暇でしょ？私、話したいと思ってたんだ。同じ年で探偵なんて興味あるもん。どうする？まあ構わないですけど。なんだ、微妙に顔赤くないか？赤くないです。ちょっと待ってて、上貸し切るから。おお、貸し切る？うん、大丈夫、多分顔聞くから。ああ、払いたか？ちげえよ。けど大丈夫なの？こんなとこ高いんじゃ。平気平気。一昨年ここでシークレットライブした時、途中で電源落ちて中止になったの。そん時の借りを返したいから、むしろ今日はタダでいいって。そういうことならもっと頼んじゃおっと。よーし、クマキュンもう遠慮しない。お前いつにも増して言葉が妙だぞ。冷たいな感じは。感じ、いい感じ、なんつって、ブフー。なんで一人でそんなフルスロットルなんだよ。いい感じ。この人もいつも以上に緩くなってんぞ。おい、ちょっと待てよ、ここに出てるドリンクって。私ソフトドリンクって言ったよ、ちゃんとノンアルコールだって。言ったもん。ちゃんと言ったもん。いやだ、もうさっきからなんか熱いなと思ってたら。これマジで酒なんすか？けど匂いが。王様ゲーム。大人はこういう場合王様ゲームするの、法律で決まってるの。何、自分らでリセチーとかロリっぽいキャラ付けしたくせに子供子供って。知ってんだから、打ち入りも打ち上げも私帰ってからの方が盛り上がってんでしょ。バカ、今日こそ王様ゲームなんだから。なんか良くないカミングアウト始まってんぞ。感じ割り箸よーい。で俺が王様の言うことは絶対よ。駆け足は始まってんの。あの王様ゲームってどんなんだっけ？当たりを引いたら王
様で、他のくじには番号があって、王様は何番と何番は何しろって命令できちゃうの。でも誰が何番かは命令決まるまで秘密。さすが先輩、話早い。なんで知ってんだ。ほら、引いた引いた。はい、じゃあ王様だーれだ。クマの赤赤クマ王様。うわ、でからやっべ。王の名において命ずる、速やかに王様に実装。むちゅー、実装。狼よ、女子をお願いします。一番。やっぱ二番。変えんな王様。チッス、チッス。先生に捧げてもいいこの順序。クマ。いって、ちょ、俺じゃねえだろ。さあ、一回戦で早くも脱落者二人よ。え、そういうゲーム？続けて、第二回戦。王様だーれだ。よかった。まともな命令で済みそう。ダメよ。チスの次はチスより際どくないと。空気読めよ。じゃあ膝枕。じゃあ膝に座る。じゃあ磯抱きつく。そうよね。時代は肩車よね。ほら王様、誰？何？ちょ、3人まで女子なのに俺を当てるかよ。王様の命令は絶対。か、肩車？絶対寒いだけだろう。はあ、とりゃー。 以上です。もうほんとほんと勘弁してください。次は私、王様、女王様。くじ引けよ。よし、ではとても口では言えない恥ずかしいエピソード語ってもらおう。じゃあ、そうだな。ナオト君。なんでもありだな。無視していいぞ、ナオト。いえ、いいですよ。その代わり僕が話したら、皆さんにもあることを話してもらいます。いいよ。恥ずかしい過去なんて思い当たりませんが、とりあえず、生まれの話でいいですか。こういうことでもないと話す機会なさそうですし。うわ、なんという急速冷凍。白金の家は代々ずっと探偵の家系で、時の警察組織に力を貸してきました。代々？すごいね。なんか金田一なんとかみたい。科学捜査のなかった昔は、専門知識に基づいて助言できる人材は今より貴重だったんです。だから祖父は警察に太いパイプを持ってて、若い僕の面倒をいろいろと見てくれてます。でも最近の捜査は医学科学に通じてないと話にならないから、僕ももっと勉強しないと。そりゃまた大変だな。で、え、終わり？オチは？いや、
そういうのを期待されても。恥ずかしい、ナオト君、恥ずかしい。帰りてぇ。眠い。では、次は皆さんの番ですよ。答えてもらいましょう。皆さんが本当は事件とどう関わっているのか。お前な、空気読めなすぎて逆に面白いよ。誘拐された人をテレビに入って助けに行きます。それでうようよしてシャドウたちをペルソナでペルソナーって。バカお前、はあ、僕をからかってます。本当なの、ペルソナー。なあ、もうこの酔っ払いコンビは。話す気がないのは分かりました。大体何にそんな酔っ払ってるんですか。これお酒じゃないですよ。またまた。来た時に確認したんです。飲酒運転への抗議でここは去年からアルコールを扱ってません。え、みんなしてバヨイ。いいじゃないロドちゃん。なんか気持ちよくなってきた。おやすみなさい。ちょ、先輩。おいおい、二人も潰れてどうやって帰んだよ。はあ、なんか俺いろいろ頭痛してきた。こりゃ二日酔いだな。クマはまだ全然大丈夫らっす。この日ひれ朝まで飲むだろう。なじゃむところだ。だからお酒じゃないって言ってんでしょうが、バカ軍団ですか。このラーメン、この辺で一番美味しいんだから。ドラマの時、よくロケ弁パスしてここに食べに来たし。あれ、なんか食欲ない？ねえ、昨日って夜どうしたっけ。私、ほとんど記憶なくて。うん、私と先輩すぐ寝ちゃったらしくて、なんか盛り上がったらしいけど。そうなんだ、覚えてない。炭水化物太るからあんまり来れなかったけど、好きに食べれるなんて夢みたい。あ、美味しい。ちょっと変わってて後引く感じね。ね、おかわり、麺固めで。ね、はがくれ丼ね。はがくれ丼通常メニューになったんだ。あー、失敗した。まあいいか、これも美味しいから。そういや大丈夫なのか、顔をもろ出しで来てるけどさ。平気平気。ほらそことか私のサイン飾ってるけど、店員さんも気づいてないでしょ。こっちじゃそんなもんだって。しかもほとんどノーメイクだし。あ、本当だ、サインあるね。つかバレないの、こいつの方が全然目引くからでしょ。まあ来てきた以上、来て帰らすしかないけど。中、湯気で蒸れてんだろう。あれ、私の丼は。もしかして、食べちゃった。残してたから。残してない。てかお前、さっきもおかわりしてなかったか。何杯目だよ。クマ、数わからない。嘘つけ。ちょっと伝票見せろ。それ1、2、
10杯ユキちゃんの残りで11です。残したんじゃないのに。まあそろそろ集合の時間ですね。あーもうそんなか。旅行めんどくさって思ってたけど、終わってみれば割と楽しかったかも。ねえ、駅でお土産買っていこうよ。ななこちゃん楽しみにしてると思うよ。よし、じゃあ行くか。おい、クマ、行くぞ。おい、クマキシ。けえ、魚でんぞ、この野郎。おい、クマが動いてねえ。冬眠か。ちょっと、まさか外に長くいすぎてとかそういうんじゃないでしょうね。そうなの、クマ。うえっぽ、お腹重たい。この子、置き去ろう。飛びすぎた、動けん。クマ、運んできれ。集合に遅れそうなので、僕はこれで。あ、ユキコ、待ってよ。ちょ、マジ無理ですから、帰りの切符代もうないの。さらばクマ、青春の思い出とともに、ここに置いていこう。帰ったか、ご苦労さん。タッチの差だったな。ねえ、お兄ちゃんね、お土産くれた。よかったな、ナナカ。俺言ったか。言ったよ。すまんな、小遣いから買ってくれたんだろう。確か、タツミポートアイランドだったか。お前、都会は珍しくないんだよな。そういや、あれか、1年も合同ってことは白金も一緒か。お前、あいつとは結構話すのか。あいつ妙に大人びてるが、本当はお前の一個下なんだよな。仲良くしてやってくれないか。生意気なガキだが、根はまっすぐなやつだ。今もバカみたいに正論言い張って上の連中に煙たがられてる。怒らしたって切り捨てに会うだけだってのにな。勝手だな、大人は。あー、すまん、疲れてるよな。風呂入ったらどうだ。あ、荷物は片しとけよ。七子、風呂入れてくれ。Thank you.
行こう。チーズ。そっか。あのさ、
じゃあまたね。おう、おかえり。Thank you.